はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらマツダロードスター RF です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、なんと、クーピーチャンネルさんの車をお借りして、レビューしようと思います。今日はね、クーピーチャンネルさん、来てもらってます。どうも、クーピーチャンネルです。今日はよろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします実はね、同じ、ファンメイクという事務所に、はい、今2人とも入っておりまして、まあ、今日はね、初コラボということで、行ってみようと思います。で、このクーピーさんね、140、170万再生ぐらい、そうですね、納車動画がものすごいんで、ちょっと皆さんこれちょっとクリックしてチェックしてみてくださいね、はい、ではちょっと早速概算の方を見てみましょう。マツダロードスター RF というわけで、すこぶるかっこいいですね。まるでね、このサメのような、デザインですよね。なんか目がね、シャープですよね。で、結構ね、第一印象としてはこのフロントフェンダーがね、すごい盛り上がってるなという感じがしますね。これ動画で伝わるかな。いや、ロングノーズショートデッキなデザインしてますよね。で、なんといってもね、この後ろから見たこのシルエット、いや、この、ハードトップ型のこの、まあ、オープンカーということで、まあ、これね、ギミックがすごいらしいんですよね。この後ろからのね、このシルエットは最高にかっこいいと思いますね。男心くすぐります。17インチのアルミホイールを履いております。黒に近いグレーの、ホイールですね。この丸くてシンプルなテールランプ、いやー、いいですよね。スポーティーさを醸し出してます。まあ、ちょっとね、クラシックなデザインでもありますかね。いや、ほんとね、シンプルなデザインしてるんですよ。ここがね、ちょっと掘り込んであります。いや、このリアハッチがね、なかなか男心くすぐりますよね。ではちょっとクーピーさんにね、はい、外装ね、ちょっとどこがいいか、聞いてみようと思います。すごいいいなと思うポイントなんですけど、はい、この今回の曲線ちょっとね、盛り上がったりとかしてるんですけど、はい、普通こんなんであんま意味ないじゃないですか。そうですね。ここ光が当たった時にちょっと曲がっていく方のフェンダーも上がったりとかしてるんです。両端が盛り上がってるんですよ。違う角度で行くとまたその曲線が変わってくるのが、最近のマツダこのデザインで全部このデザインですよね。これがすごい綺麗だなっていう。で、このボディの湾曲でデザインしているという感じがしますね。板金屋さん泣かせらしいですけど、板金屋さん泣かせ、ぶつけないようにしましょう。昔の車のシルエットに、このロードスター似てるなと思います ね、 ちょっとクラシック寄りなデザインですよね。ではちょっとこのせっかくなんでオープンカーなんで屋根開けてもらいましょうか。男の憧れ、オープンカーいや、しかもね、この屋根が、ギミック的にいいということで、おお、こんな開き方するんやったっけ。あ、後ろから行くのね。へえ、あ、早い。あ、こんな早いの。ギミック感半端ないですね、やっぱね。ロードスター RF はね、走りながら、屋根を開閉できるということで、今、おお、すごい、開いた、おお、あ、結構、へえ、これ10キロぐらいかな。で、今、開閉できましたね。さっきね、開閉走りながらしてたと思うんですけど、はい、あれって何キロぐらいで。通常は10キロまで。あ、10キロなんですけど、社外品のスマートトップっていうのを取り付けてるんですね、はいはいはい、そうするとなんと50キロまで。あ、50キロって50キロで入れたこうウィリー風を受けてウィリーしそうあんまり推奨されてないんですけど、それはなんか壊れそうな気がしますよね。そうですね、風でね、まあ、20キロぐらいでもいけるんで。しかも押しっぱなしじゃなくて、もうワンタッチポッと押したら、うん、自動なんで実質も開閉の時間がゼロになるって。10秒ぐらいですかね、12、3秒ぐらいで開閉するんで、
本当になんか、まあ、本来はね、あの信号待ちとか、そうですね、信号待ちの時に開閉が一番便利ですね、はい、開閉が、まあ、できると、はい、この RF の場合、12、3秒で早いんですけど、やはり信号待ちの時にすると、意外ともう青になって、ですぐバーンって走られてダメな時があるんで、はいはいはい、結構その辺が不便だったんですけど、このスマートトップに変えると、もう気にせずに、いつの信号でもちょっと、ポッとして、ちょっと3分だけオープンしようとか、はい、そんなの結構できるんで、あ、え、3分だけ、はい、スーパーリング3分間だけオープンするオープンにしようと気軽にできるっていうのがメリットかなっていう感じですね。あ、そっか、やっぱそっか、この RF でもやっぱオープンにしようっていうのがちょっと億劫になるんですか。そうなんですよね。あ、そうなんですか。やはりあの街中恥ずかしかったりとかするんで、はい、気持ちいい、例えば今から高速で10分間だけ走るとかあるじゃないですか、その時にパッと押したりとか、信号の時に、じゃあまあより気分転換がしやすいと。ではね、ちょっと内装の方を見てみましょう。ではお邪魔します。お、さすがに低いわ。内装の方はね、こんな感じです。いや、やっぱ RF ってちょっと普通のロードスターよりなんか若干色目が落ち着いてるというか、高級感増してますよね。これが VS っていうグレードになりまして、ちょっと大人のモデルという感じですね。これあのオートマもありますよね。そうですね、はい、うん、シフトノブとこのステアリングだけこのマツダのなんかオプションパーツのオートエグゼっていうところに変えてる、はい、内装カスタマイズしてるのはこれぐらい、はい、ああ、まあでもカスタマイズする必要が、ね、ないぐらいかっこいいっていう。そうか、タコメーターセンター、おお、やっぱ収納がね、あ、そうそう、これ聞きたかったね、あの荷物ってどこに、荷物もトランクですね。トランク、でもトランクは今屋根が収納されてますよね。そうですね、このロードスターは、屋根の開閉関係なくトランクの容量はいつも同じなんで、はい、そこが結構魅力的ですね。あ、ちょっとトランク見せてもらっていいですか、はい、トランク、ああはい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 、あ、意外と、あ、まあでもめっちゃ広いっていうと嘘になっちゃいますけど、130リッター容量確保してまして、で、まあ、僕あの嫁と旅行行ったりとか、うん、大人2人分ぐらいしか全然入ります、まあ、コペンは結構広いんですけど、やっぱオープンすると全部埋まっちゃうんで、はいはい、で S6 はもともとないんで、オープンカーでちょっと旅行行けるとかになるともうこれ行ったことになるかなって。そうですよね、あの S6 私も乗りましたけど、あれはちょっと荷物はもう膝の上に荷物は膝の上にっていう車でしたね。助手席がトラックですもんねあのオープンの時はここが閉まる、え、開くってことですか。ここがガラスが出てきて閉まるんですね。あ、ここからガラスが、クローズの時はね、オープンになるとガラスが落ちてここが開くんで、ああ、タルガトップよりかはやっぱ風も入ってくるのでオープン感が増すんですね、はいはい、ここのガラスどっからやってくるんですか。これこの中に収納されてるんですよ。ちなみにね、ここに開閉スイッチがあります。なんか途中でね止めれるみたいですね。お、この辺で、あ、こんな急に止まるんや。あ、はぁ、あ、はぁ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 。こうなってるのね。これがリアガラスか。へぇ、こう縦に収まる感じなんですね。さすが、なんか日本の車という、こういうきめ細かいギミック感が。いや、すごいですね。収納、これ降りるときとか、コロが落ちるとかって結構ガツンって閉まるんですよ。ただこれ、まあ、その前は最後触って、触っと結構凍って作ったそうなんで、はいはい、そこも一回最後、はい、ちょっと触っと感触っと日本の技術。あと何かいっぱいついてますよね。これがマツコネ、マツコネ、はいはい、電話したりとか。え、基本これじゃないんですか、マツコネ。これいじると、あ、ここが連動してるのね、はい。まあ、最近多いですよね、ここにね、なんかコントロールセンター持っていくので、これがボリュームやら、で、ね、でナビやら、シートヒーターですね。あ、シートヒーター、3番かな。あ、これいいですね、冬場は、ね、これオープンカーなんでねオープンカーは冬の乗り物と言われてまして、はい、あの冬場が結構気持ちいいんですね。風が入ってこないんで、逆に本当にこれでもうシートヒーターつけて温めればもう温泉に入ってるような感じで気持ちいいですね。こうドア周りもね、こうボディとね同じ塗装がされてるんですよね。こうやって見るとね、これ分かりますかね、このボンネットからこう続いてね、室内にもこの赤いデザインが見れるということですね。これダッシュボードがないですよね。
もうあ、ダッシュボードないんですか。本当に荷物が乗らなくて、へ、逆にそこが男気あっていいかなって なんでないのこれ、なんで、ね、これぐらいなんか空間空いてそうな気は、多分もうド S なんじゃないですか、ね、ド S なのかあとはエンジン音ですね、結構車内に、はい、これ多分エンジン音中に入ってくるように、車内にエンジンを取り込めるインダクションエンハンサーで、ね、だったらそのエンジンもそのままパイプワーってきてここに流れてきて効かしてくる、なんか運転席の人も効かしてくる。やっぱりロードスターはね、これぐらいの車格だと2リッター欲しいところですよね。で、2リッターの方だとあの結構低回転、2000回転、3000回転でもトルクがすごいんで、すぐ60キロ足すんですけど、はいはい、ポロの方は 1.5 リッターは2000回転、3000回転で全然パワーがないので、はいはいはい、高回転まで回して楽しむような。ただ結構踏み込む、ね、踏み込んで楽しむような感じなんですね。はい、クーピーさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりかっこいいですよね、ロードスターね。はい、やっぱギミック感がすごいと思いました、クーピーチャンネルさんの方でもね、この、ロードスター、いっぱい出してますので皆さん、参考に見てくださいね。はい、お願いします。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ロードスター RF をじっくり見てみたでした。ジャーニーボーイただまあ年間どれぐらい開ける年問題がね、そうですねあるんですけど、現実問題でね、まあ、このでも RF はすごいやっぱワンタッチでね、そうなんです、めんどくさくないんですよ、ね、めんどくさくないから、これだったらオープン乗ってもいいかな